それでは、8月のアミパラテクノランド月齢ヴァンパイアセーバー大会始めるぞーい、坊さんの中では使えないキャラなんですけど、猫戦ということで猫はかわいそうかなっていう。さあさあ、坊さんも基本的なことは知ってるのだろうから、コンボ以外のところは普通に立ち回りがうまいはず。固めて固めて固めて逃がさないうまいさあ、猫側はどうしていくか。まだ大きいのが入らないですね、お互い。さあさあ、なんか残念な打ち方が出るぞさあ、猫はやっぱジャンプ中パンが対処しづらいですね、猫だと。しかし体力ちょっとだけリードしてるのかな。まだ勝負は分からないですね。さあ、アンドさんもアバが出てるし、攻めも結構通ってますね、いいですね。さあ、画面端から逃がしたくなかったが、坊さんがうまくて逃げていったと。さあ、試合はさっきから大技が両方とも当たってないけれども、どっちが大技を決めるかで勝負が決まりそうな気がする。おっと、これは決まったか。お、まず一歩先に打ったら坊さんの毘沙門。さあ、下くぐりがうまい。さあ、逃がしてしまうが落ち着いていく。おっと、当たってしまう。やはり暴れ、猫の暴れを潰してからが毘沙門強いですね。さあ、飛び込みも強い。さあ、流れを取った毘沙門がこのまま押し切るか。おっと、これはゴッドラムが飛ばす。さあ、アンドさんもずらしは食らわないけれども、おっと、と言ったら食らしまうそして追い打ちで殺せないと当たらないのかな、わかんないですね。おっと、なんかテクニックをしようとして食らってるさあ、このまま待ってたら面白いが、勝ってしまうか。おっと、失敗。おっと、それは普通のあれですね。さあ、不動の前にはならないが、十分いい連携になってますね。さあ、バレット使ってるから、くぐりがすごい上手いですね、やっぱり。猫の飛びでも全然くぐってるのがすごい素晴らしい。ということで、勝者はランダムの毘沙門を使った坊さんです。はい、HP 側が、ジャカイサスカッチの 2P 側が AJ こと、アジサマガロン。さあ、AJ、ちょっと恥ずかしい名前をつけてるアジサマ、頑張れるかな。さあ、ジャカイ君はいつも通り。さあ、まず空中チェーン引きずり下ろして中段。さあ、見る目で1本取ったのはアジサマガロンから置き攻め。さあ、アジサマサスカッチ戦は比較的結構やってる。さあ、ジャカイ君は今日はとても置き攻め精度がいいんだが、さあ、それだけではちょっとしんどい。立ち回りが分かるかな。さあ、画面端。さあ、空中ビースト、これもアドバンシングナイトね、結構対応難しいからの下段。さあ、若干真っ白、ここを回復したいがしゃがみ大 P。 勝ったのは AJ ガロン、 AJ。 はい、次、ゴッドとはいえば、さすがっちゃ厳しいだろうから、どううまく対処していくかって感じですね。とやはりもうスムーズですね、ジェラの動きが。そいつだ、おっと、やっぱダッシュ跳馬が強い。さあ、アバガで離して画面端でどうする。おっと、逃げられた。さあラッシュチャンスだぞ。ここでジャカイ君が決めるか。一歩決めたら勝てるかもしれない。おっと、うまい、これはうまい。あー、続いたい。あー、ダメか、逃がしてくれたか。しかし落ち着いていきたいところであるが、最初にエイジと並んでしまったか。白ゲージがちょっとあるんで回復したい。おっ、これはうまい。さあ、一発でいけるぞ。さあ、これは一発食らわずにラウンドを落としたくない。さあ、いい勝負、先に出たらジャカイおっと、いい潰し。さあ、これで空中カードなんか多段折をうまく落としていくと、まあ、ジダガーもやりづらいでしょうね。さあ、ちょっと早く測った、もったいない。対空とか見えてる感じですね。さあ、大キックで転ばして落ち攻めはやっぱ見られてますね。とはいえ、この圧力がジダガーは非常に苦しいはず。さあ、キーフだろう、ダークホースで決めきるか。低
しかし体力逆転からさあ、しかし逆転はしたものの立ち回りの有利は取れてないので、カッチがこのまま押してしまうか、それとももう何かあるか。さあまだ中段から落ちるのが決まってないから、おっと決まった、おっとこれはうまい。さあこれはあー投げが通ってしまう。この投げはジェラ強いですね。では変わります。スピーガーが、アンドシンゴッド GOD、 ニーピーガーがアジサマガロン。さあアジサマいきなり歩いていった。さあ開幕歩き投げというズーズーしい戦法を取ろうとしていたのか、それとも間合いを測っていたのか。しかし明らかに歩きすぎな気がするからの、さあビーストに弱系体育。さあアンドさんね、結構立ち回りうまいんで、ただ寄られるとって思ったら抜けていくが、さあ2段ビーストずらしから ES 様を当てて、さあアジ様アバガもうまい。さあ台形をぶん回していく、新手のナメプっぽいがうまくいく。さあ小技当てて投げが、次は返されて、さあアンドシンの代々なんですが、フェリシアの代々あんまり減らないからの、さあフェリシアのダッシュは簡単な小技でも止まってしまう、その辺がめんどくさいところ。さあアンドシン真っ白のまま勝ったのは AJ。 それではさあ一矢を報いのはどちらか、1P 側フェリシアが、アンド 2P 側サスカチがジャカイ。さあ GOD フェリシアことアンドフェリシア。さあ立ち回り校舎 VS 若手のフレッシュパワーサスカッチ。さあ立ち台決まっていく、レバーを上に入れっぱとかしたらね、このゲームガードできない瞬間がまあ1フレームあるんですよね。そこに刺さったりすると攻撃当たる。さあまずは飛びを通していくアンドがフェリシアのダッシュ簡単に止まってしまうので、そうそう通らないが、さあアンドが攻めていく。さあ若干今日動きがいいだけにここは石を報いてもらいたい。さあ前置きからの、さあ技を振るのがちょっと早いぞ。さあ落ち着いて白ダメージを回復させてほしいが、アンドシン攻め切る、勝ったのはジオディフェリシア。あんまり坊さんのザベルというものを見たことがありませんが、ガロン側が画面端に追い詰めて画面エイジを HP 半分ぐらい奪ってどういう感じなんですかね、これは。ちょ普段見ない組み合わせなんで、ちょっとここでアジサマーガロンが1本奪って、ギリギリした展開が続いたところでザベルが1本奪い返す。ボーザベルの勝利です。勝ってしもうたそれでは B リーグいきます。 B リーグディアンビシャモン。さあ 2P 側は特にひねりのないマノリリス
さあ、昨日ここで行われた野試合では、マノがテアンビシャモに苦戦する場面も結構見られた。まあ苦戦というか、テアンさん普通に勝ってましたね。さあ、今日はマノが調子を取り戻せているか、それともテアンの成長が上回っているのか。まあ、今、岡山でも1、2を争う成長株がテアンビシャモン。さあ、マノが勝利を切って、さあ、テアン画面端が投げて、さあ、置き攻めにいつもの勢いが見られないような気がするが、さあ、こののらりと、のらりくらりとリズムを刻むのが、ラッパーことテアン。さあ、今スカード俺の魂からの、さあ、画面端、さあ、お互いあと一発で体力なくなる。さあ、まず先に一本奪ったのはテアンが、すぐさま投げ返して、マノが一本奪い返し、残りが50秒、ちょうど時間も半分、体力も半分使っているからの、さあ、画面と端端、さあ、ビシャモン牽制できる距離、リリスゲージ貯めれる距離だけど近づいていく。まあゲージも6本ありますからね。さあ、おっと、割り込みルミナス。さあ、投げも通して次の攻めが、さあ、テアン堅実に守っている。さあ、位置入れ替わって戸隠久美さらしからの、どうなる。さあ、同じようなペ、おっと、魂当たっていいです。引き戻しからの剣山、勝ったのはビクティ。マノクロエゲマノルミナスみたいな。さあ、1P がマノリリス、 2P 側がクロエサスカッチ。さあ、マノ VS DJ クロエイエイからの、さあ、画面の中央で、さあ、サスカッチ牽制技が強いんですけど、迂闊に振ってもリリスが上を飛び越してくるので、ちょっと考えた方がいいかもしれないですね。しかし、相手の出鼻をくじく中盤はまあ基本戦術でしょう。さあ、画面端に追い詰められて、あ、ここは何なきを得る。さあ、若干体力奪ってるのはマノのリリス。さあ、追い打ち決めて、さあ、小中中大ルミナス、うん、小中大ルミナス、はい。そして次の置き攻めは耐えて、今度はマノ画面端攻めたいが、クロエちょっともうレバー後ろに入り気味か。さあ、前に出る。さあ、ダコース出てしまって、角反対のが当たってマノの勝利。さあ、まだ分かんないよ、クロエさんとビッグ T。 あの、ビッグ T 負けたら後で、あの、罰ゲームで無駄にこの放送枠使ってラップをしてもらうとか、そういうやつ。さあ、得意のラップが聞けるか、ビッティが。さあ、集中力上がったか、コンボがしっかりしているが、クロエが画面端で無情なロングダッシュ返して、さあ、 ES 絡め魂、かっこよく見えるからの、さあ、距離を離す。サスカチ戦うまいことね、居合切りを混ぜながら距離をため離して一気に寄りたいという、そんな感じかもしれないんですが、テアンさんちょっとね、うまく離せていないが、接近戦もまあいけるよからの、さあ、投げて近づいていく。さあ、ランティビシャモンが言うにはいらない技、立ち中継か立ち台系。さあ、ティアンが残り少ない体力でどこまでリードを広げられるかというところだが、さあ、リードはわずか。さあ、まだわからない。さあ、下をくぐり抜ける。さあ、ティアンビシャモンくぐりがうまいからの、さあ、ダッシュ中 PES 魂外れて、さあ、取れるか、取り切れるか。ここで追い打ちが透かして、クロエがギリギリ残すで、イエスタワーズ当てて体力はほぼ5分に、いや、まだまだテアンリード。ずらし気味に当たるが、さあ、戸隠当たって、さあ、不能魂狙いたいテアンだが、なかなか
クロエもアドバンシング精度が上がっている。さあ小中大と当たって、危ない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 ぞ危ないぞ、あやり直しはい、やり直し。提案魔の